今回は出張で大分県に行った時に泊まったホテルのバリアフリールームを紹介します。6月20日に NHK で放送される番組のロケ撮影で、この時撮影終わりで疲れてて、とりあえず動画回しただけになっちゃったから、今回はフレコレ説明していきます。ここのバリアフリールーム結構使いやすくて、ボタンとかリモコンとかが結構低めのね、位置にあったりとか、鏡も全身鏡があったから、私も見える高さだし、ハンガーかけるところもシンプルなデザインで、こんな感じで届 左にあった時計見たら夜中の3時だったいや今見るとよく撮影してるなっていう時間だよねハンガーラック下にあった椅子はコロコロがねついてて自分でもこうやって動かしやすかったですいやちょっとね部屋がね暗めだからコロコロがね見えないんだけど暗くて見えない。 椅子の位置ってなんだかんだ動かすことが多いから、こうやってコロコロついてると動かしやすくて楽でした。プレッサーの男にある椅子も私は使わないから、メイクするときみたいに机にね、がっつり寄りたいときとかはね、動かせるから本当に良かったです。ちなみに鏡も結構ね、低めの位置まであるタイプだったので、私もね、ちゃんと鏡見えました。続いて水回りいきます。 水回りが車椅子ユーザーでも利用できるかっていうのが一番気になるとこだと思うんだよねまずシャンプーボトルとかが入り口側のね方にあってよかったです。私は基本湯船を使わず床で 体を洗うからボトルを手前に置いたり床に置いたりするんだけど奥にあったりあと動かせないタイプは使えなかったりするので出張時は小さいシャンプー類も必ず持ち歩いてますで一番驚いたシャワーヘッドの高さマリアフリールームに宿泊しても絶対最初は高い位置に置いてあるからいつもスタッフさんや従業員の方に降ろしてもらうんだけどここは最初から低い位置にありましたすごいホテル側の配慮なのか清掃員さんの配慮なのかたまたまなのかわからないけどマリア フリールームとかユニバーサルルームっていう部屋では最初から低い位置にシャワーヘッドがあるのが広まると嬉しいなって思ってますトイレは片方だけ手すりが上がるバージョンでした便座への異常のやり方は前にこの動画でやりながら説明しているのでそちらを見てもらえるとめちゃくちゃわかりやすいと思います隣の洗面台も下に障害物がなくすっぽり入れるタイプで奥に置いてあるコップやアメニティも低い位置で取りやすかったですたまにね届かないとこもあるからそしてまたまたびっくりしたんだけど タオル類が低い位置にあるシャワーヘッドと同じようにタオルもめちゃくちゃ高いところにある時が多いから最初から届く高さにあるのはありがたいですベッドの上にタオルとか置いてある時もあるけどそれはそれで使いやすいですいやーこれだけバリアフリー要素が整ってるんだったらもうちょっとね分かりやすく撮ればよかったなーと思ってます今後は疲れててもちゃんと絶対取る出張や旅行先で泊まったホテルの情報や私なりの過ごし方の工夫を共有していくので参考になればなと思いますチャンネル登録 と高評価コメントしてくれると嬉しいですバイバーイあそういえば空港で食べたカボスソフトも美味しかったよ次大分県に行ったら温泉行きたいな